鳳凰鏡、なぜこれを？父が残したものです。俺はこれを頼りにこの村へやってきたんです。亮が生まれた町のことを教えて。え、横須賀のことか。亮の国、日本がどんなところか見てみたい。亮、朝よ。コロツキめ！やあ！人違いだ。嘘！私も呼んでください。いや、巻き込むわけにはいかない。ま、ご苦労ご苦労。黙れ。舞さんの軍風が足りているとはわしにはとても思えんが。シェンムーの花、綺麗だな。うん、でも今が満開だからもうすぐ散っていく。そうか。鏡のために親父は殺された。俺はその真相を知りたいんだ。それを探し出そうとしてまた人と人が傷つけ合う。よし、行くぜ。なんて戦え。親父の敵を討ってやる。もっと亮のこと聞かせて。